ブルーシティ号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 は、宮城県仙台市と青森県青森市を結ぶ、中高高速バスである。すべての座席が指定のため、乗車には、事前の予約が必要。JR バス、東北運行当時の、ブルーシティ号仙台駅前ボタン、平羽黒平青森駅前、運行開始当初は、午前に、自社車庫を出て、 午後に戻るという航路のみであったが、2001年8月1日に、洋服増便されたことにより、増便分を仙台方2社と青森方2社で1日交代で運行するようになった。上下とも出発時刻の遅い便を出発地側の会社が担当し、各社が1日置きに仙台か青森へ大白運用をしていた。2018年4月現在では、戸和田観光電鉄運行便が、 日帰り通万航路、宮城交通が、青森大白、広南バスが仙台に大白する、ワンマン航路である。広南バス、戸和田観光電鉄担当便は、仙台到着後、宮城交通仙台北営業所に入庫休憩となる。また宮城交通担当便は、青森到着後、広南バス青森営業所に入庫休憩となる。宮城交通が、 増発便を運行する場合は、1号車を富屋営業所が担当し、2号車以降を仙台北営業所が担当する。2019年6月21日現在、原則としてトイレ付き4列シート車で運行される。ありがとうございます。